ワンピースアンリミテッドワールドレッド。野郎ども、行くぞ。黒ひげが解き放ったレベル6の囚人の中に赤の覇気、クードバースト。とりあえずこの町で物資の補給だけはしなきゃね。サンジ君とブルックは食料の調達。ナミさんのためなら骨身を惜しまず頑張ります。ウソップとフランキーは船の修理に必要な資材その他。おう、任せとけ。チョッパーは薬関係。俺は医者だからな。ゾロはあんたすぐ迷子になるから船番でいいわね。おい、そして私とロビンはウィンダーショッピング。ふざけんじゃねえ。医療品の調達も立派な仕事でしょ。ほら、ちょっと露出高めの衣装とか。意義なし。ねえねえ、オイラは？あんたはこの島で誰かと会う約束してるんでしょ。シュシュシュ。ドッドッドッシャー。なんだ。この島は俺たちが守ってやるから、諸場代よこせって言ってんだよ。守ってもらわなくて結構よ。この宿屋、伊勢しめに潰してやってもいいんだぜ。おい、お前らやめろ。俺たちが飯を食えなくなるだろうが。なんだてめえ、俺たち怒らすとただじゃ済まねえぞ。
にしようぜ。まあここ飯食えるんだろ。簡単なものでよければね。食べてく？かしら。無理しないでね。ちょっと起きてよ。あ、誰だお前。誰はないでしょう。私はこの宿の女将の宿屋よ。そっか。で、あいつらは？あいつら？ここで食事したのも、食べ疲れてそのまま寝たのもお客さんだけだよ。で、これが食事の代金と宿泊費ね。うちは明朗会計、つけは聞かないからそのつもりで。悪い、俺今金持ってね。仲間が来れば払えると思うけど。しょうがないわね。昨日助けてもらったお礼も兼ねて条件付きでタダにしてあげる。条件付き？ちょっとしたお願いを聞いてくれるだけでいいの。聞いてくれるならお代はいらないし、しばらくお仲間も含めてうちで面倒見てあげてもいいわよ。何なんだそのお願いって。ルフィ大変だ。なんかの間違いじゃねえか。あいつらがさらわれるなんて。間違いじゃねえって、オイラ見たんだ。あっちの方、町の外のずっと向こう側にみんなが連れてかれるところ。よし、案内しろ。そこだ。あるような。こっちだ。
俺によこせ。